ミステリー。こんばんは、おばちゃんです。前からおばちゃんのね、動画を手伝ってくれてる仲間がいるのよ。その中の一人に K2 さんっていう人がいるんだけど、その K2 さんからね、ある情報が入りまして、これを調べろというお達しがありましたので、おばちゃん、ちょっとそれを、てか楽になったねごめんなさい、こんなこと言うのなんだけど、なんかある、なんかすごいアメリカになんかあるかなっておばちゃんいっぱい調べてたんだけど、それ教えてくれるの、楽になったじゃない、なんか知ったかぶって、なんかわけのわかんないこと言ってるから見るに耐えないって言われたの、まあ、しょうがない、おばちゃんわからないの、でもこういうの調べるって教えてくれるんだったら楽になるでしょ。おばちゃんね、プライドないからいいの、楽なのがいいそれで K2 さんが言われたのが、アメリカ特殊作戦部隊がジョン・フォデツタとフーマ・アベデインを逮捕。え、誰これ。とりあえずちょっとツイッターでね、調べてみたのね。え、このおじさんがジョン・ポテトスって人ごめんなさい、毛を向いたスズメみたいごめんなさいね、見た目そうなの、で、木なしスズメが、なんか、何、逮捕。この人一体何、ジョン・デイビッド・ポデスタ、1949年1月8日はアメリカ合衆国の官僚、シカゴ生まれ、1971年ロックス大学卒業、1976年ジョージタウン大学ローセンター修了、法務博士、博士なの。1998年10月20日2001年1月20日、ビル・クリントン政策2期目のアメリカ合衆国大統領首席補佐官。2003年、シンクタンクセンター、フォー・アメリカン・プログレス、CAP を創設、初代責任者。2014年1月1日から2015年2月13日、バリー・スエトロ第44代アメリカ合衆国大統領顧問、2016年アメリカ合衆国大統領選挙で民主党指名候補ヒラリー・クリントン陣営の選挙対策責任者を務めた。それでニュースの内容は、元クリントン職員のフーマ・アベデインとジョン・ポデスタは間もなくグアンタナモワン収容施設に新しい家を持ち、クリントンと同様にアメリカとその国民に対して犯した凶悪犯罪に応えるために軍事法廷に直面するだろう。沼を排出し、人々にアメリカの繁栄を回復するというトランプの計画に精通している機密情報筋は、トランプの権威で活動しているアメリカの特殊部隊がクリントンの共謀者を捕らえるために同時にナブ&グラブを任務を行ったと、その任務が今ナブ&グラブっていうんだ。午後2時頃、フォートブラックからの特別部隊の文献隊が、家族がイースターディナーのために集まったミシガン州ランシング近くの実家でアベデインを捕まえました。アベディンはイスラム教徒同胞団と明白な関係を持つ過激なイスラム聖戦主義者ですが、彼女は政治的年月をキリスト教徒のふりをして過ごしていた。そういう習慣に行ったところを捕まえたと。フーマ・アベディンが逮捕され、南フロリダの秘密保護施設に護送されたとき、メリーランド州ベセスター郊外の春の家で、ジョン・ポデスタに対して同時に攻撃が行われた。で、3つの部隊に分かれて、まず奥さんと、あとそのベセスタのボディーガードを征服するのに、まあ、3つに分かれて、で最後にそのベセスタをサルゲッチと。で、予備報告によると、まあ、米軍に死傷者は出なかったと。さらにドナルド・ジェ・トランプがアメリカ特殊作戦軍の司令官である
リチャード・ディ・クラーク将軍との作戦をクリアしたことが理解されています。あ、これが最近の顔ね。おばちゃんの言った通りでしょ。スズメの毛をむしったような感じでしょ、見た目が。で、誰がこのカードみたいな風に作った人がいんのね、うん、で、このもしさ、遊戯王の中にこのカードあったとするじゃん。お店の方はね、頭抱えるわよ。なんでかっていうとさ、みんな、なんかカードとかさ、買うとさ、みんな、テンション上がってさ、何が入ってんだって開けるじゃん。これ出てきたらみんな捨てるでしょ。だからね、お店の前にこのカードいっぱい捨てられちゃってたらさ、お店の人履かなきゃいけないじゃん。で、もう制作サイドもうちょっと考えてくれよってね、もう頭抱えてると思うわよ。うん。ビックリマンチョコだったらね、いいカードだとさ、みんなさ、お菓子とか捨ててさ、汁だけ持ってくし、逆に、お菓子みんな食べて、このシール捨てられちゃうわよ、ぽいって。うん、その現象起こるぐらい、なんかちょっといらないカードかな。それで、フーマーベーティーンって人は、あ、女の人なのね。なんか海洋サスペンス劇場でさ、なんか性格は悪かったり、あと、ちょっとなんか謎の多い、なんか怪しい人っていう役をやってそうな、なんかそんな感じの人ね。でもこういう人ってね、大概ね、犯人じゃないね。うん、今回は犯人だったのかしら、捕まったってことは、うん、脚本家があまり良くないのかもしれない。でこのフーマアペティンとしては、あ、20年にわたりヒラリー・クリントンのために働いたイスラム系アメリカ人。へえ。旦那さんが女性とちょっとなんかいけないようなスキャンダルが発覚。で、捜査の過程で、フーマとアンソニーの共有パソコンから、あ、旦那がだからそういう、まあ、女性でいけないスキャンダルがあって、で、捜査が入って、で、この人のパソコンからヒラリー・クリントンの指摘メールが大量に発見された、あ、何、大統領選挙とかでもさ、ヒラリーの問題になったメールってこれのこと。この人から漏れたのね。それで今回のニュースの情報源がリアルローニュースさん。アメリカの特殊部隊がジョンポデスタとフーマ・アベデインを逮捕。それでね、まぁ、ちょっとこのニュースサイトもどうなのかなっていうんでね、で、ここ一社だけしか扱ってないのよ、このニュース。で、調べてみたのね。なんかちょっとフェイクを結構流すところのが、危ないね、おばちゃん。ちょっと調べててよかった。え、捕まったの？あ、これこれこれ、あ、え、よかったじゃないっていうとこだったら危ないね。それで、当のアメリカの人たちはこのニュースどう捉えてるのかなって見てみたのね。したら、なんかちょっと調べてみようかなとか、これが本当ならって、やっぱり事実かどうかね、悩んでるんだけど、でも、あり得るかもしれないっていう人はかなり多いのよ。パーセンテージで言うとどれぐらいかな？あれ、カップヌードル、お昼？ノーマルとシーフードどっちにしようかなって悩むぐらい。両方ともないよね。カニカマみたいなやつ。あれ、たまんなく好きなのよ。でもね、ノーマルの謎肉もちょっとね、捨てがたいんでね。だからいつもね、具で悩んじゃうね。どうでもいい。いや、でもそれにね、近いぐらいのパーセンテージだと思いますよ。あ、でも、最後にこれだけは言わせて。何気に、キャベツ、捨てがたいわよね。あのキャベツさ、何気に、やってくれるわよね。それでみんなが、どうして、こんなに、嘘かもしれないとかさ、真実かもしれないってアメリカで揺れてるかっていうと、バイデンのさ、就任式あったじゃない。その時に出てきたヒラリーがね、もう明らかに違うっていう風にね、指摘する人多いのよ。で、この、なんか影武者と言われてる人、9.11 の時からなんかヒラリーに扮してる女優さんらしいわよね。この人ね、コミングアウトしたの。
君実は私でしたって。でそれ言ってからこの人ね姿がねくらましてね、まあ、怖いわねすごく怖いお話よね。ということは本物は就任式にはいなかったっていう、何よりももう証明がされちゃったってことでしょ。だからなんで出なかったのかっていうのは、まあ米軍にサルゲッチされたのかなっていうとこから始まってんだよ。でそのゲッチされたところからこの関係者がいろんな悪いことしてんじゃん、うん、ヒラリーは悪いことしてんじゃん。その件で関係者が続々と捕まってるから、この二人の逮捕の情報とかもマジですかって思ってる人多いらしいわよ。それでこのいらないカードは、この人さ、なんかウィキリークスかなんかがリークしてるらしいんだけど、ドミリオンの関係者と関係が深いらしいわよ。で、トランプ大統領とバイデンの選挙の時に、なんかバイデン側でいろいろ動いてた人って言われてんのよ。もし本当だったら、その系統とかもちょっといろいろ判明するんじゃないのかなってね、期待持ってる人もいるのよ。それでカード2の方は指摘メールから、もういろんなこと知ってるみたいよ、この人は。左のことで。その件がいろいろ分かってくるんじゃないのかなってね、今考察されてるみたいですよ。それで、もしこのニュースが本当だったら、アメリカの人はね、こう期待してるのよ。アメリカの特殊部隊日曜日にジョン・ポデスタとフーマ・アベテインを逮捕します。まあもうしたんだけど、ね、事実ならね、これが本当ならこれは始まりを示します。ここからいろいろ分かってくるんじゃないのかなってね、期待してる人めっちゃ多いのよ。だからね、このニュースが本当かどうかっていうのをみんな、ものすごい人数が調べてます。でね、今も現地はホット。あ、マジかって、おばちゃんだったらもうね、もうコンマ何秒かでもう乗っちゃってますよあ、すごいじゃんって、で、動画で上げて、で、これがもしフェイクだったら訴えられるとそういう流れでね、おばちゃんを積むっていう感じかな。でね、ジョン・ポデスタっていう人をさ、ツイッターでいろいろ調べてたらさ、まあ、えげつないのがいっぱい次から次へと出てくるのよ。この人の家とかさ、この人の住所プールとか、あ、まあ、えげつない。まあ、ちょっと普通の人ではないっていう感じがするよ。もしそのツイートが、まあ事実ならね、かなりやばい人だと思う。昔さ、おばちゃんが20代ぐらいの時かな、江東区の隣のさ、墨田区のさ、ファミマがあるんだけど、そこのファミリーマートに行ってさ、買い物してたさ、おじいちゃんかなんかが、ファミリーマート前に溜まってる、ニャンキーかなんかに、なんかいろいろ絡まれたんだって。で、次の日から、普通の人はさ、行かなかったりさ、避けたりするじゃん。で、なんか、ハンマーかなんか持って、普通に歩いて買い物してて、で、結局、通報されて捕まったおじいちゃんいたんだけど、あのおじいちゃんなみ、でも気持ちはわからないけどね。でも普通はさ、違うお店行ったらするよ。ハンマー持つってやばいよ。今回、この方面の見方から見たおばちゃんの見解なんですけど、まあ、こうつぶやいてる人もね、もちろん、おうらら、それを聞いて何度も読んで、トランプの最後のナブ、相手を捕まえたいとかって意味らしいんですけど、を理解し、FRB で捕まえなければなりませんでした。それが彼がトランプ自身の計画で戻ってくるために立ち去った理由です。スピーカーはそれを許可していません。で、この FRB、連邦準備銀行で、もっとドルを印刷してもらいます。それは過去からのあなたの左の典型的な手段ではありませんでしたか。間違った政治的決定に対する人々の負担はもうありません。ああ、これが言う、あれか。みんなが よく言ってる。うきねえけどっていう。あれなのね。こういう風なので今動いてると。それの始まりが今回のこの事実だったら逮捕劇だったと。
なるへそ。っていうことで、もし違うかもしれません。ごめんなさい。保険打っときます。うん。それでもダメだったら、ホワイトハウスからメッセージが来ましたって言います。それでは、本日の結論です。もし違かったら、ワシントンからメッセージが来ましたって言うよ。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。